今度こういう本が出ましてね、自己否定感というタイトルなんですよね。で、自己否定感っていうのも皆さんよく知ってて語り尽くされてるような感じがしますけどもね、結構深いんですよ、その奥がね。確かに自己否定感のせいで、いろんな争いが起きたりね、あるいは、自分にとって不本意な現象っていうのが起きるときに、ずっと辿っていくと自己否定感があるんですよね。ですからみんな自己否定感っていうのはものすごく悪ものにして、自己否定感をなくすとか自己肯定感を高めるようなセミナーがものすごくあるわけですよ。だからこれちょっとあのゴミみたいなもんだから、これちょっとつまんで外せば楽になりますよっていうふうな感じで、皆さんやっておられますけどね、はっきり言ってそんな簡単なもんじゃなくて、もっともっと深いんですよね。で、自己否定感はゴミじゃありません。あなたの性格のとても大切な一部なんですよね。で、あなたは今能力を伸ばしていろんなことをやってこられてますけれども、その一番の大元を見ると自己否定感があるんですよね。自己否定感っていうのは頑張りとか努力とか向上意欲の源になってましてね、そこを刺激されてみんな能力を伸ばして成果を出してということをやってますので、学校でも家庭でも会社でもみんな自己否定感をこう刺激してるんですよね。それで世の中が回ってる。で、実はこれはもうあの最近の話じゃなくて、1000年2000年3000年と続いてきてる社会の一つの現象なんです。ところが今それが変わろうとしてると、社会が大きく変わろうとしてると、それはその自己否定感を推進力とする社会からその次の社会に移ろうとしてる、そういうことを書いてます。で、自己否定感そのものを、あまりネガティブに捉えないで、それを外そう外そうとすると逆に自己否定感に、囚われてしまうので、外そうとするというよりはその自己否定感も大切だなと思うことによって逆に自己否定感から離れていけると、そういう話が書いてありますので、多分今まで世の中になかったような話だと思います。